その辺ぐらいからですかね、まあ、徐々にそのマヤさんとのその関係が、ちょうど9月ですね、UWF に参戦して9月ぐらいにちょうど藤原さんと試合して、その後ですね、東京ドームのお話がありました。それで、まあ、東京ドームに出るために、東京ドームは全てその石格闘技戦になるということで、その石格闘技戦の練習をする。で、まあ、自分は鈴木みのると組んで、自分が打撃を打って鈴木みのるがタックル入ってその倒す、そんな練習をしてたんですけども、まあ、その時にその自分がその放ったバックハンドブローが鈴木みのるの、肘に当たって、それでまあ骨折をしてしまいまして、骨折をしながらもその教習所に通ってですね、車を運転して、まあ運転をしながらちょっと痛いなと思いながら、それで終わった後に接骨院行ってレントゲンを取ったら骨折をした。まあ、もう一度それが骨折してしまって、複雑骨折になって、まあ、長期欠場になってしまうんですけども、その頃に、ちょうど前田さんから「船木、この機会にしっかり免許取ったらどうだ」と、そういうふうに言われまして、まあもう本当に試合がもうなくなったということで、免許を取るのに、専念しようということになって、それでまあその欠場中に、免許をですね、無事取りました。まあ、そこからは車での移動になるんですけども、思い出すことはですね、前田さんのお話なんですけども、ちょうど夜のですね9時ぐらいですねになるとですね、ちょこちょこその連絡がありまして、「船木、飯食ったか？」。まあ、自分はもう練習も、夜の練習も昼の練習も朝も練習全くありませんので、骨折してて、それで6時ぐらいにはもうご飯食べて、もう9時ぐらいにもう寝る準備をする形だったんですね。まあ、それで前田さんに「はい、食べました」って言ったら、前田さんが「そっか、今から出てこい」とは言いません。「そっか、分かった、じゃあまた誘うよ」。はい、でまあ何日か経ってですね、またその何日か後に、またその「うなぎ飯食ったか？」って9時ぐらいですね、はい、食べました。「そうか、まだ誘うわ」。まあ、それが何回かこう続いているうちに、もうその前田さんからの電話もなくなって、まあ、その辺ぐらいからですかね、ちょうど徐々にこう前田さんもおそらくそのドームの、準備とかですね、忙しくなったと思います。まあ、徐々にその前田さんとのその関係が遠くなってきた感じだと思うんですけど。